おう、やっぱり、ジャコちゃんボーナス確定。やった。俺も失礼します。またどこかでお会いしましょうと。どこかで、ありがとうございました。凱旋打つ、もうこれしかねえ。あ、V だ。しかも、お、あ、マジか。いけるじゃん。いける。頼む。頑張る。ごめん。任せろ。任せてよ。俺多分無理。えい。おお。俺の絶世目に収めておきなさい。サイコロの出た数によって卒業する黒木さんへの贈る言葉、お伝えしたいと思います。どうだ。何、何だい、何出た。 5？ こっち行く。頑張れよ。ありがちでございました。いやいや、頑張っていただきたいですね。本当にありがとうございます。よっしゃ。なんか普通すぎるね。もううーちゃんしかいない。俺多分もう無理。うん、申し訳ねえ。頼むな。うん、ラッキー。いや、ようやるわ。よう V 持ってくるわ。すごい。でも俺は思う、こう今日のニュージェネレーションで一番のサムネ詐欺ができるのがあの V のみと。いや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 、ちょっとね寂しい感じですけど、また次だね。まだわからないけど、一応ロード・オブ・ハーなんちゃらとかもあんだけど、フリーズもあんだけど、また次回かな俺の出番は。はい、ということで天井、一応まあもう3回振られたんですけど、はい、うーちゃんも1回今日行きましたね。僕も行きました。はいよ、781ゲーム25本。時間あんまりないからもう急いでますよ。少しでもちょっとここでね500枚ぐらい取りたいな。なんか長いね。おお、ようやっと落ち着いたね。はい、26本。まあまあ、うーちゃんが1250枚って言ってましたね、投資で4連だから5連すればか大丈夫か。うわー、どうなんだろう。頑張ってほしい、マジで。いいぞ、ゼウスステージ。ゼウスなんてこうだ。ゴッドか、赤のな。あ、なんもないやつ、いいじゃん。来た来た、行け。行かない、このチャンス逃したくない。プレー。お、ジクソン。
かプッシュボタン、ナスボタン、ボタンも気なれもしない。あと1個でも乗せればまくれる。ここはできず、3セット目が終わりました。ここは期待ゴー。あと1セットでいいから、どうにかこのラスト50ゲームの間に何かできることはないのでしょうか。マリコが足らないか。おいこら、魔力が足らないんかい。おいおい、魔力が足らないのかい。おい、あこっちだ。おい足らないのかい。おいダメだ。いやあと1個、あと1個、惜しくも乗らず。え、もうこれないもんね。うわー、俺の V。 あー、何もストックできなかった。これが新秘境和解のプリンス、宇佐美ペロリナです。やだよ、俺は引き強キャラの方が似合うんだよ。あのさ、何か仕込みやがったか。俺の魔力が低下する何か。よし、ナンパ 66% だよね。まあやっぱ天井は、おお、わー、かわいこちゃん、あ、確定 OK。 よし、2レベル、わお、ベル5個。よし、ここ取りましょう。おお、1ゲーム目、うわー、赤い赤い赤い、あるよ。よしよし、フリーズフリーズ、うわ、ダメダメ、もう一丁、ほぼよし、ボーナス確定する。よしよしよし、早いんだよな。はい、またまた5。よし、次こそは継続。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、できてくれちゃった申し訳ない。次こそはいっぱい写真集めます。で、継続アップ目指します。3枚獲得いたしまして、頼むわ。よし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 、いいよ。よし、ここでまた今 75% に上がったから3個ボーナス、まあまあ引き戻してボーナスを獲得すると。これがまあ本当に王道ルートなんで、ちょっとここは逃せれねえぞ。いや、頼むぜ。うわ、怖い怖いよ、俺は怖い。うわ、やば、75もワンスルー。うわー、3つ
最後の最後だったけど、あ、チャンスチャンス、まあまあポイント獲得したってことですね今の。あー、いやー、これはまあ微妙微妙、さらっと落ちましたね今ハートが。微妙、ベルとレア子1回ずつしか引いておりません。はい、おワンちゃん、うわあんじゃんあんじゃん、うわ大チャンスやん、よし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 、行こう、これラストだね、この台だったらもうラストチャンスでございます。一応50倍以上、よしよしよし、いや、かわいい、いや、これは大丈夫だ、ありがとう、ありがとう、奇数で、同一奇数の今の1以外だと4、5以上、まあ1と、 OK、 赤い、赤いな、ナビが、あ、よしよしよし、 OK、 まだ終わってねえから、よしよしよし、おっしゃー、よかった、まだ死んじゃいねえ、死んじゃいねえぞ俺は、はいよ、箱、今日キープは4ゲームしか最高継続してない、まだ OK、 あ、まだか、これで3個目なんで、ここで継続中止 OK、 4個目、あ、 OK、 ここら辺ここ越せば、うわダメか、ここでキープ終了、よし50倍以上か、またいつものやつや、これ、はい、ということでここは厳しいっしょ、はい、でここで戻したら今、2個埋まってましたんで、ここでデート入れて当てりゃですから、よし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 、いいんじゃない、お、いや、きっちりかな、そうなんだよな、結局振られたら終わりなんだよな、この台は最後は振られて終わるんだよ、おう絶対ダメだと思ったでしょ、俺もまだ終わってないよ、でも結局ここで振られる可能性があるからね、チャンスアップはない、お、来た来た来た、あんじゃん、ワンちゃんあんじゃん、あんじゃんあんじゃん、おお、下パネのやつ、あ、押す、 OK、 よっしゃ行こうか、おめでとう、ということでこれでボーナス確定になりました、一応今現在50倍以上の昇格、あ、継続率持ってますので、それ以上だと66か、次が
ょっと頑張ろう。ベル7個。どうしようかな。このあと32ゲーム。はあ、どうしましょうかね。チャンメがいいな。うわダメだ。あチャンメだ。これはいいんじゃねえか。今回も3枚頼む。あーダメか。ニラパンごめんまくれなかった。まあまあオッケーオッケー。ちょっとでもあと A タイプのワンピック分ぐらいあればいけそう。まくれるんよ。ちょっとやってくれば軽く。俺ももう続くかどうかぐらいだから。あーそうなんだ。うん、ワンチャンありかも。うん、うん、ちょっとでもまあ外線ちょっとだけ回して移動して A タイプ行くかも。うん、うん、分かった。オッケー。ちょっと移動しますわ。 A タイプどこ探してきます。まあ50だわな。厳しいわ。オッケー。もうここは分かってる。お、今のベルが決まったか。おう、まあちゃんめいても全然入らないとき入らないですからあれですけど、赤カードは結構チャンスですよね。これは言ってほしいな。いやめっちゃ弱いけどだよな。 OK。 おう、あこれ赤い、 いや行かないんだよなこれ。はい、まあ1周期目のステージだけ見て。おう3階だよ。あなんだよ。おう行くんじゃない。おー行くね。一周決めどちら行く。おー一応やろう。まずラブゾーンが入るかどうかですから、まずはそこからですよ。あよしよしよし、ラブゾーンはとりあえず入った。お店前はねもうレアキーがないと当たんないと思うんですよ。あ確定ではないと。へえまあ一応ですね、最終的にピンクの背景というか紫か言ってもラブゾーンは確定しないと言ったのが初めて分かりましたんで、まあよかったかな。ありがとうございます、うん、はい、ということでまあもう時間は来てるんですけど、うーちゃんがねある程度ちょっと頑張ってんのかな。まあ、僕に関してはもう、サマイスを考えてしまうとあがくことは厳しいかなといったところで、僕は先に実戦を終了して、うーちゃん頑張ってね。リナポンが困った時はゴージャグって言ってた。ゴーゴーセグナル、ゴーゴー。はい、じゃあ、ね、今239ゲームのゴーゴージャグラー、あと2回ぐらいビッグ引いたら。やったちょっと待って、1ベッドリノバーン
っしょー、何ビッグ、いや何ビッグじゃないあれ、あ、あれプレイね、ヘイヘイヘイビッグリスヘイヘイヘイ、うーちゃん死んだ、止まったよ、ヘイヘイヘイ、みんなビッグリスよから、うーちゃん何、うーちゃんヘイヘイ、1ゲーム声がもう枯れちゃって1ゲーム、え、マジでこれビッグだったらこれじゃないの、そうだよ、じゃあレギュラーだとどう、ダメ、レギュラーダメ、やばいじゃん、え、じゃあもうやっとくわ、よし任せてよ、よし、あ、おいおいおい、7が見えないんだよ、いや7が見えないのをどやる必要性はないからあのね、ダメだからもう一回行こうか、1枚で行こう、はいはいはい、うん、頑張れ、うちゃん、転廃して、何や、どこだ、これかで、まあとりあえずガッツポーズしとこう、はい、よし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 、ビッグに決まってんじゃん、チーンチーン、あのね、もうこれ揃った瞬間チーンで終わるから多分残念ながらレギュラーボーナスでした、紹介しやめましょうか、はい、すごい面白いが、すごいね、エンジャーやね、うん、すごいっすね、チーンで終わりっすよねびっくりした、まだ高校ジャグラーのご納品もくれてないうちにかかっちゃった、これでビッグ引けばもう確実にさ、まくりだよね、もうちょっとだけやっていいかな、レギュラー6のビッグ3か、やっぱレギュラーに偏ってる台ってレギュラーに偏るがちだよね、こう設定かもしれないけどさ、偏りがちじゃね、割とずっと、ダメだ、あーダメだった、あー引けなかった、ということで、え、どうする、そうしましょうか、いやちょっとやっぱり悪魔たるものこの数字で終われるわけがない、66ゲームまでは回そう、あと6ゲーム、ビッグだったら勝ち、勝ちですよね、ヘイ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 、66ゲームまでやるって言って当てたよ、ああ67だよ今、66ゲームでなんか引っかかって次のレバーオンで当たったの、引っかかったの、大チャンスじゃん、そう、引っかかり大チャンスやん、そうだよ、うーちゃん先やっとくわ、勝ったよ、任せといてよ、おい、ちょっとうん、はいはいはい、あ、すごい、真ん中、うーちゃん、うん、先やっとくわ、はい、おめでとう、うーちゃんおめでとう、はい、なんでなんでだよ、ここまで来て思ったじゃん
やばやばりなやばりなうるさいよやばりななんだよもうなんでだよなんだよこれなんちゅう、なんちゅう息してんだよ本当だよ次、ママも押してるけどどんぐらい打つもうあとね、30ゲームクレジットないぐらいしか多分打てないと思うよもうやめますかえ可能性はあるあるいや、足らないみたいだからはい一応クレジットだけもう回そうわかりましたうんじゃあクレジット頼むうんうんちゃん申し訳ないけどわかったクレジット分だけ回す66ゲームまではいけないけどなんでこんな奇跡起こしたのによあと33メダルお願いあとビッグガイビッグガイビッグガイおおおおおおおマジで？うーちゃん！今度こそだよ！三度目の正直！よし！おめでとう！ありがとう！うーちゃん！うーちゃん、ハッピーバースデイ！ハッピーバースデイ！うーちゃん、ハッピーバースデイ！うるさい！見えない！お願い！もしかしたらワンチャンこれでいい OK かもねいけるかもしんないこれはもう時間がもう30分以上過ぎちゃってるからやめなきゃいけないけどみんな待ってくれてるからだからこれもうゼロやめしようそれに行こうそれしかないっすねわかったいい息しとるわ悔しいけど終わりにするもう実践終了いたしましたお疲れ様おつむじそして D の卒業式といったことなんですけどもまず私たちの結果報告になるんですけども、はい、まあうちゃんがね、うん、なんだろうチーンチーンチーンってなってるようなそのレギュラー言いた時にそんな予感が僕はねしておりますけどもそれでもあれだけねそのレギュラーの連打があったのでそのサマイをねプラスにできてるんじゃないかなと僕はそうですよねまあビッグ1回分ぐらいはなんでもうあなたはもう知ってるはずなんでとりあえず僕からいいでしょうかはいはい投資が1250万まあまあいってしまいましたですが回収こちらをですね491枚ありましたのでまあマイナスの750枚ほどといった形になりまして僕は星を獲得することができなかったとでうーちゃんの方はまあそうですねへえ大事な大事なうーちゃんの方ははいまあリノポンがちょっとまあこういう形だったんでやっぱり俺しかいないなということで俺様も、投資の方が同じく1250枚まあ凱旋で V 揃いして、うん、すごかったねあれ、うん天国で 25% ループしたんかねそうねいやさすが凱旋だけではちょっと足りなかったんでその後ジャグラーに55ジャグラーに移動しましたらなんとボーナス3連続ねえこれはもうちゅことでもうね消えたらと思って流した結果ドンドン1155枚あのまあでもまあ最後ねいいですね55そうだよ55そうおいおいゴーゴーということでまあ惜しくもうーちゃんも届かずといったところで今回初戦ですね私たち星を獲得することができませんでしたのでごめんなさいまずは埋まってないといったところなんですけども朝ですねオープニングの時にまあお伝えをちょっとできてなかったんですが、はい、一応ですねどこが開くかっていうのはその最終戦で到達したところのみ開くとそうそうそう、うん、ここまで行ったらここが開いてそうそうそうここまで行ったらここが開くとそれを皆様にプレゼントといった形になりますので本当初戦落としてっから、うんうん、まあまあもうほぼちょっとここが、ね、まあでもね、うん、よっぽどひどかったら僕も、うん会社に一回、うん
ちょっと頭下げに行く。そういうことも考えてるから俺。本当に、一応考えてね。だから次回はね、そこら辺はちょっと頑張りましょうと、はい、言ったところで、ちょっと悔しいよね。でも悔しい、悔しさしかないよ。本当はもうちょっと回すつもりだったんですよ。かなり回したかったっぽくて、だったんですけど、とりあえずもう時間がかなり押してるっていうので、まあ今日もね、皆さんかなり来てくれてるんでね、まあちょっと待たせすぎるのもねっていうところで、はい、ここでね係数となりましたが、はい、全然足らなかった。足りませんでした。申し訳ございません。すいません。ということで、まあまあ次回そこら辺はね、はい、頑張りましょうといったところなんですけども、ここから、D がね卒業といった形になるんですけども、はい、私たち D にね、もちろんのことプレゼントがございますよね。プレゼントあります。なんで一応、はい、行きましょう。うーちゃん行ってくるね。私たちはと行ってくるから、待ってて、待ってて、D は待っててね。小林でいただき、すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。聞こえちゃったかなこれ。そうなんです。嬉しいんだけど、持ち帰るのが大変なやつ。大変です。あなたにプレゼント for you、はい、一応ですね、またオープニングでも言ったんですけども、はい、このニュージェネレーションを約1年半、はい、編集していただいて、撮影していただいて、面白くおかしく作っていただいて、僕たちもね、その不甲斐ない実践がかなり多かったので、はい、本当に黒木さんに助けてもらったかなと、はい、お互いに感じていますよね、はい、ちゃん、うん、本当に言ってなかったんですけど、今日も凱旋打ちますかって言ったのも、強弱にしますかって言ったのも黒木 D なんです。俺最初ファンキージャグラー撮ってたんすよ。そしたらこっちにしませんかって3連だから、うん、チンチンチンってなるわけじゃないですか。できたわけじゃないですか。それも一応 D にあったから、考えが D の計算だから、うん、っていうことだからさ、こんな敏腕ディレクターでした、うん、いや本当にね、はい、これからまた同じね、業種に就くとは思われますが、本当、うん、ね、黒木さんだったら面白い動画とか、はい、いろいろね作ってくれると思いますので、そういった部分でも僕たちは、うん、期待して見送りたいかなと、はい、そして、まあ、はい、またね、どこかで会うとも思いますし、食事も行くだろうから、うん、これからもね、よろしくお願いしますと、よろしくお願いします。いったところで一応、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今までありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとう、ありがとうございました。あー、どうも。あー、すごい。そう、結局ね、こうやって花を僕たちが持ってる時も、まあ、D が撮ってるわけだから、うん、ちょっとおかしな感じだなって思いますけども、大変だけど、うん、なんかね、いろいろ喋りましたけども、うん、なんか最後に D あります？一言。いや、言いづらいな、なんかねえ、まあお、まあ、D のさんは、うん、正直黒バラの時とか、うん、一緒にやってて、うん、気心知れてたじゃないですか、うん、最初プロリーナさん見た時、正直な話、めっちゃ不安だったんですよ。そうっすよね。はい、正直なところこれあったんですけど、でも持ってるポテンシャルの高さにびっくりして、そうだね、はい、こんなに扱いやすい演者さんいるのかっていうぐらい面白くて、扱いにくいでしょうね。褒められてます。いや、褒められてる、褒めてるんですよ。すごいなと思って、で、まあお二人と一緒になんか登ってきた感じはしますね、うん、そうだよ、はい、いや本当にね、やっぱ寂しいけどね、もうなんか寂しい感じで終わるのは嫌だし、うん、やっぱいつも通りね、ここはニュージェネっぽく終わりにしたいと思います。そうだね。じゃあ元気よく最後は締めましょう。はい、はい、ということで、はい、ニュージェネレーション、これからですね、まだまだ続くと思われております。これからも僕たちは続けていこうっていう気持ちしかないので、これからもですね、いろんな企画とか楽しいことを考えながらも、ね、一丸となって新しいニュージェネレーション、うん、ニュージェネレーションでね、面白いものをですね、、うん、なんかちょっと僕も感極まってまいりまして、ちょっとあれですね、お、泣いちゃった、うん、泣いてきちゃった、嘘だな。あ、リノコン泣いて、うん、泣いてません。じゃあ、ね、今いっそ面白いですね、ニュージェネレーション、はい、僕たちが作っていきたいと思っておりますので、はい、皆様もこれからぜひ
もっともっとですね応援をしていただきたいかなと思っております。ということで、ということでマジお疲れ、マジお疲れ、卒業式ニュー、卒業式ジェネレーション、お疲れ、お疲れだ、みんなありがとう、ありがとう。アイスクリームの下見は完璧です。いやいやいや、ちゃ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 、息の番組になっちゃうからなんかファンの人来たよ。いや、大丈夫です。あの、すごい歌ってる。パン君と思いきや、今日来たのはパン君です。オバキューの黒いバージョンみたいな。このお酢をつけていただいて、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。